今日は全国的に冬の寒さが戻ります。山口さん、今日は昨日とは一変して寒い体感戻ってきてますね。そうなんですよ。昨日は、はい、南からの暖かい空気が広く入りまして、うん、この時期とは思えない暖かさところは多かったんですけれども、今日は一転ね、北風に変わって寒さが増しています。はい、でまず現在の気温の実況値をご覧いただきましょう。はい、この時間のアメダス見てみますと、北海道は内陸部は冷え込みました。場所によっては氷点下30度近くまで今朝は下がりましたし、東北から九州そして沖縄にかけても、内陸部中心にやっぱり冷えたとこういったところが多くなりました。一方この後なんですけれども、はい、上空の寒気強度を見てみますと、これが上空1500メートル付近の今日の12時の温度の予想となります。で今日の特徴としましては、はい、平地の雨を雪に変える目安ですね、マイナス6度線、これが西日本あるいは東日本方面にも入ってきまして、うん、はい、昨日に比べるとこれ大幅に南の方に下がってきているんですね。これに伴いまして全国的に気温が上がりにくいということになります。で今日この後の最高気温予想を見てみますと、まあ、とにかく昨日との気温差が非常に大きくて、例えば北海道、昨日に比べると10度以上下がるところが多く、全道的にまた真冬日となりそうですし、東北から沖縄にかけても昨日に比べてだいたい5度から9度ぐらい、低くなるとこういうふうに予想されます。はい、まあ、西日本の太平洋側で、まあ、かろうじて2桁、ただ沖縄の16度もこれ北風が吹いて寒いですし、それ以外のこの1桁の気温のところを中心に今日の日中もですね、十分な防寒必須と言えそうです。はい、わかりました。各地防寒をしっかりと行って体調管理にも努めてください。